シャルマネセル一世、シャルマネセル一世は、中アッシリア王国時代のアッシリア王である。ハニガルバトを完全征服した。アダドニラリ一世の息子として生まれた。即位直後に、ウラルプの反乱があったが、直ちに鎮圧すると、ハニガルバトの残存領土に目を向け、これの征服を起とした。紀元前1263年にハニガルバトへの遠征を開始し、 ヒッタイトの庇護下にあったハニガルバトの王シャトアラニセイを撃破し、ハニガルバト全域をアッシリアの支配下に置いた。これに対しヒッタイト王ハットシリ三世は危機感を募らせ、バビロニア王、カダシマントゥルグと同盟を結んでアッシリアに対抗するとともに、エジプトに娘を嫁がせてタイアッシリアの備えを進めた。しかしシャルマネセル一世はバビロニアに勝利し、 アッシュリアの拡大に、歯止めがかかることはなかった。またシャルマネセル一世は、その地世の間に、多くの大規模建築を行っており、アッシュール市にアッシュール神殿を再建したほかカルフに、第二王宮を建造した。死後、息子のトゥクルティ・ニヌルタ一世が、アッシュリア王位を継いだ。ありがとうございます。